カモハクチョウは、カモモクカモカカモハクチョウ属に分類される鳥種。本種のみで、カモハクチョウ属を構成する。アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、パラグアイ、ブラジル春季に、アルゼンチンやチリで繁殖し、冬季になると、アルゼンチン北部、ウルグアイブラジル南部、パラグアイなどへ北上し越冬する。四十42.7から48センチメートル。目先の皮膚が脱出しない。 尾葉は短く、丸みを帯びる。全身の羽衣は白い。翼は短く幅広い。外側初列風切りの先端は黒い。くちばしは幅広く、色彩は赤い。後の間には水かきが発達する。甲子はピンク色。ヒナの綿は白く、頭部や背、肩、翼などに、海国色の反紋が生える。オスの成長は、交彩が赤や秋色で。 幼鳥やメスの成長は、交際が暗化試食、故障に生息する。小規模な群れを形成して生活するが、越冬地では200から300羽に達する大規模な群れを形成することもある。主に水生植物や種子を食べるが、昆虫、甲殻類なども食べる。水辺や浅瀬を徘徊し、採食を行うことが多い。繁殖様式は乱生。 浅瀬にヨシなどを積み重ねた巣を作り、4から7個の卵を産む。放卵期間は約35日。日本では1976年に京都市動物園が初めて飼育家繁殖に成功した。1980年現在恩師上野動物園、野毛山動物園、広島市朝動物公園などでも繁殖例がある。ありがとうございます。